二十歳迎えるにあたって新成人、どんな大人になっていきたいと思ってますか？どんな大人ですか？やっぱ美月さんのようにちゃんと分かってんな空気読んでるね。いや、まあ冗談は冗談だ。冗談だいや、まあちゃんとしたそれなりの人になればいいです。じゃあ最後に新成人のですね、決意、サッカーに対する決意をお願いします。まあ試合出て頑張ります。二十歳なんで。ありがとうございました。チコの質問を届けたい来月は、帰ってきた我らが隊長、2月生まれの坂本昌隆選手への質問をお待ちしております。どしどしお寄せください。さあ、続きましては先ほど新成人となりました熊谷選手登場していただきましたが、その他の新成人になられた選手にも今年の抱負を伺ってきましたのでご覧ください。今年新成人ということで、成人の日、成人式は参加されました？はい、参加しました。どんな感じでした成人式？いや、何年ぶりに会う友達とかもいて、全然分かんない友達とかもいて楽しかったです。20歳の新成人の決意、どんなものか教えていただけますでしょうか？そうですね、もう悪いことしたら新聞に載っちゃうんで、はい、悪いことはしないで、はい、また大人になったって自覚を持ってサッカーをしていきたいと思います。青木選手、新成人ということで、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。成人式には参加されました？はい、参加しました。この前の成人の日に参加した、はい、そうです、14日に参加しました。どうでした？いや、もう久しぶりに会う友達が多かったんで、うん、めっちゃ楽しかったですね、はい。さあ、そしてその新成人、はい、いよいよもう二十歳で大人への仲間入りということですが、はい、どんな大人になっていきたいと思いますか？そうですね、まあ、みんなから頼られたり、まあ、手本になる選手になれればと思ってます。では最後に新成人の決意をお願いします。はい、まあ、まあ大人っていう、まあ、まあまあ、大人か分かんないですけど、まあ、それらしく、まあ、しっかりと自覚を持ってやっていきたいと思います。成人式には参加してきましたか？はい、してきました。どうでした成人式？そうですね、思ったより実感分からなくて、うん、まあ、友達と写真撮ったりっていう形で、まあ、帰ってきたんですけど、あんまり成人した実感がないです。久しぶりに会う友達とかもいたんですか？そうですね、久しぶりの友達ばっかりで懐かしい話とかして盛り上がってましたけど。さあ、そしてちょっと気になる髪型、先ほどちょっと一瞬誰だかわからなかったこの茶色はこのオフに？そうですね、まあなんか最近やたらハニカミ王子に似てるって言われるんでちょっとどこかしら変えなきゃなと思って、うん、ちょっと髪の色を変えてみました。周りの評判、自分の評判というか、見た目どうでしょう？周りの評判はちょっとギャル王みたいな感じで言われるんですけど自分的には、まあ、後悔はしてないです。さあ、そして新成人ということですけれども、はい、新成人の決意を一つお願いします。決意ですか？まあ今までは子供としてっていうか、社会人でもやっぱ大人の仲間入りはできずみたいな感じだったんですけど、やっぱ二十歳になってやっぱ自分の責任は自分でっていうのがあるんで、やっぱそういうところもしっかりやって、まあ試合に出れたらいいなと思います。はい、わかりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。この他にも松本健選手とパク選手が新成人となりました。さしがさん、この20歳の若い力に期待ですよね。はい、ジェフは20歳の選手多いですね、はい、でもこの時の気持ちを、ね、忘れずにサッカーに取り組んでほしいと思いますね。さあ、続きましてはジェフタマインフォメーションです。まずはやってきました、ファン感謝デーのご案内です。
今週26日土曜日、福田電車アリーナにてジェフユナイト市原千葉ファン感謝デー2008サポーターズフェスタが開催されます。会場は12時半、開演は13時半です。当日は私も参加させていただきたいと思っておりますので、皆さん福ありで一緒に楽しみましょう。続いては千葉銀カップのお知らせです。2008 J リーグプレシーズンマッチ第14回千葉銀カップ、ジェフユナイテッド市原千葉対柏レイソル戦が来月2月24日日曜日、福田電子アリーナで13時キックオフです。久世新監督を率いる今年のジェフ千葉を占う重要な一戦となります。福ありをジェフイエローで染めましょう。なおチケットは全国のチケットピア各店でお求めいただけます。さあ志賀さん、千葉銀カップやってきました。そうですね、今年の千葉銀カップの見どころは、はい、まずは監督代わって、キャンプ、トルコへ行って戻ってきた最初の試合ですので、ね、はい、どれぐらいの、状態にあるのかっていうのを見ていただけたらと思いますね。さあ続きましては番組をご覧の皆様にプレゼントのお知らせです。今月は今年の抱負を伺った立石選手、下村選手、中島選手、工藤選手、そして米倉選手のサイン色紙をそれぞれ1名の方にプレゼントいたします。ご覧の宛先にご希望の選手名と住所、氏名、電話番号、そして番組に対するご感想などをお書きの上お送りください。お待ちしております。さあ我らがジェフですが、いよいよ22日から始動ということで、はいはい、その後サポーターズフェスタ、新体制発表、キャンプ、千葉銀カップと、またまたした日が続きますね。志賀さん、最後にサポーターの皆さんにメッセージお願いします。はい、監督決まりまして、クラブの方いよいよ動き出しました。トルコキャンプで選手たちしっかり練習して、千葉銀カップ、シーズンに向けて頑張ってまいりますので、本年も一つ、応援の方よろしくお願いいたします。はい、千葉銀カップは昨年負けてますので、今年はもう絶対に勝ちたいですよね。はい、勝ちたいですね。はい、久世新監督もやってきました。そして坂本選手も帰ってきてくれました。2008年我らがジェフ千葉は新たに生まれ変わります。2008年もね、さらなるジェフの進化を信じて一緒に応援していきましょう。それではまた来月です。また来月笑顔でお会いしましょう。さようなら。